任せておけ。よし、俺の番だな。私が動こう。こんな連携は。Disavow。Obligation. 俺に任せておけ。よし、俺の番だ。私が動こう。
ークマン、教授いたぞ。本当だ。おや、タクマ君にアグモン。ああ、すまない。もしかして、探させてしまったかな。ああ、いえ、見当たらなかったので、つい壁画、調べていたんですか。さらに、つい先日山荘どうかな。よければ。では。ここに描かれているのは、獣神に祈りを捧げる人間たちと巫女の様子だ。人間と獣神が共存していたんですか。この壁画を信じるならそういうことになる。注目すべきはここ、巫女だ。他に比べて明らかに詳細に描かれている。古来より巫女は神の代弁者としての側面もあった。おそらく獣神と人間を獣神と人間をつなぐ。そしてこの壁画、タクマ君。凶暴な獣たちが50点といったところかな。あ、本当だ。なんだかまるで。そうだね。私にもおそらくこれは私たちの世界で暴れた獣の姿を描いたものだろう。世界中に残る神話や伝承には時に怪物が登場する。そうなんだ。まあ、この壁画を根拠にすればそうも考えられるという程度の仮説ではあるがね。他も見てみるかい。区切られた2つの領域と、それぞれに立つ人型と獣たち。この壁画に描かれているのは、おそらく我々の世界とこの世界ということだろう。なるほど。人間と獣神、互いに別々。ただ違う世界というわけではないよ。世界の間をつなぐ。世界をつなぐものだろうね。ピエモンはこのゲートを開いて。ゲート、みゆきの他にも。個人なのか、広く伝わる技術なのか。これをご覧。非常に重要なことが描かれていると思わないかね。獣が…そう、何かしらの原因でゲートに不具合が生じ、二つの世界へ飛ばされるものが出たのだろう。姿を消したものはもう一つの世界へ渡ったのだ。それって…ああ、神隠しと呼ばれる現象のいくつかはゲートの不具合によ…ゲートが開いた原因って。さあ、単なる事故なのか、それともみゆき、今の段階では何とも言えないね。そうですか。他も見てみるかい。実はこの階層の調査はまだほとんどできていなくてね。壁画についても分かっていることは少ないんだよ。その上で解説すると、この壁画は何やら物騒に見えるね。そうですね。人間と獣でしょうか。何か大きな力によって
見ただけでわかるのはそこまでだね。それぞれの壁画にはつながりがあるようにも思えるのだが、すまない、思考に没頭してしまった。次の壁画に移ろう。とはいえだ、この壁何でしょうか。下の方では人間たちが苦しんでて、大陸から伝わった伝承に指針、それにこの上下に分かれた構図も気になる。古来より上は楽園、下は冥府を意味するのだが、なんとも言えんな。こじつけ。さて、今説明できるのは。ありがとうございました。まあ、このサバイバル生活に。ああ、そろそろ約束の時間だね。聞きたいことが何なのかは分かっているが、それは些細な話に過ぎないよ。今は目的のためだけになることを知っていればいい。どういうことですか。なんだと。メール？なんで？また文字化けメールか。あ、そうだった。今までみ、そしてたくましく、この世界。ミノル、みんなと話してきたんだろ。みんなが霧は濃くなってく一方で、それにミノル、僕は元の異世界とのゲートをつなぐとか鍵だとか、あの子は久しぶりの元の世界の変わりように驚く。なあ、ミノル。ああ、そうだな。あれ？本当？やば。食堂の方か。葵さんの警報だ。て。みんな集まって。あ、遅いわよ。何が起き。みゆきちゃんのこと、あ、彼女なら。みゆき、たくま、近づいちゃダメだ。あわ、死んだ万象、偵察与奪は我がここ。どうしちゃったんだよ。みゆきちゃんは意識を乗っ取られている。主って、返事をしてくれって。たくまくん、ショックかもしれないけど。構えて、襲ってくる。迎え撃つわよ。僕ら
俺に任せておけ。任せておけ。私が動こう。任せておけ。私が動く。任せておけ。くるえ。取り巻きは片付いた。ただ一人の生贄が増えただけで、これからも抵抗されると面倒。くる。だが所詮は生贄、情に流され判断を見誤る。
な手足では及ばぬか。ならば我に。たくま。頼む。教授、みんな、彼女を。首相じゃな。さすがは年の子。ダメだ、ミユ。おい、何をする。ミユキ、私だよ。邪魔。あのよりしろの意識なのもはや消え果てておる。獣よ、貴様を見ていると、故に他に叫んじて食らうてくれ。夜道へと。そうはさせん。教授、クラウというなら私からだ。みゆき君を支え続けてくれたこの子に手をかけさ。何を意味のわからぬ。みゆき、一体。みゆき、みゆき、ダメだ、奴にまた飲み。逃げて、ハル、早く。なんで。みゆき君。娘ごとき、あいつだ。と、みんな大丈夫？悪いけど。立てるか。さあ、僕に。話せ！すべてお前たちのせいだ。お前が現れなければ、何よりも大切なお姉ちゃんと。これでお前も分かったろ、彼女。なあ、タクマ。どうにかしたいけどさ。さっきの彼女を消去。そう。仮にみゆきちゃんを正気に戻せたとしても、廃工場でのみんなの。みんなでみゆきに呼びかけよう。そんなのとっくにやったよ。ええ。歌か。ああ、それに、ま、とは言ってもよ。どうしたミュウ。違う、あのおじいちゃんはこの世界の生き字引だもの。遊園地への道はまだ繋がっ。わかんねえけど。このままいても、実際どうする。う、全員行こう。あれ、そんな、いつっていう。これはしかし不気味だな。おい、じじ、少なくとも声。たくま、じじもんたち、それ。ねえ、ちょっ、この子たち。お、うん、ちょっ、いきなり。それ、無事な仲間とジジモンは、
あいつ。おい、カイト、ダメ。何かあったの？玉座の間に繋がっている。嘘、いや、つまりなら、ミュウ、まずは怪我してる子たち。うん。では、私たちも探